お父さんマキに意地悪してるんだよ。悪いお父さんだね。お父さんおはよう。よく眠ってたね。もうお昼だよ。お父さん、京也くん、どうしたの？やっぱり夢じゃないんだよな。今朝目を覚ますと、僕は2018年の世界に飛ばされていた。そしてどういうわけか、僕は篠明と結婚し、マキという娘がいることになっている。目が覚めたらもう一度2007年に戻ってるわけないか。いきなり夫婦って言われてもな。はい、お弁当。あ、うん、ありがとう。それじゃ、いってらっしゃい。うん、行ってきます。彼女にしかわからない孤独があの頃あったのか。僕はそれに、もういいよ。ごめん、まだ夢が覚めてないのかな。え、うわー、そうだね。で、そうじゃなくて、君はその、まだご挨拶しとらんやった。布団が届いてなかったけん、ちょっと借り取ったとよ。え、そんな理由？